メタークスードの足が立てるんじゃないのかな。さあ、コッターのモニターが僕を立ったぞ。やりました、ついに WBC 初制覇だ。やりました。これ馬体を怪獣させることはできるはずなんだが、心理波動だ怪獣させるんだろうな。回復、怪獣ってなんだ、回復、心理波動で回復です。さあ、そしてチーズとか生ぬるい、チーズが6キロなんですよね。体重調査するだけ。それだったらもうショートケーキですよ。何か用ですか。疲れがね、ちょっとね心配ではあるんですけど、でももう WBC 行くしかないです。そう、ジョッキーはエビナ、いよいよ最後の引退レースですね。 SWBC 最後の戦いとなります。3連とはちょっと辛いけど、はい、せっかくチャンスをもらえたらやるだけやるしかないです。応援よろしくお願いします。結果を見ていきましょう。ちょっとやっぱり3連投なるから、3連投なるし体重も軽いんで厳しいと思います。でも引退レースなんで、温かく見守ってください。4番人気 6.4 倍か、1番人気が4.3 倍ですからね。しかも一つ20丸ついてるや。本当に晩成型で今が十世紀だったのかな。やっぱりノア・オブ・ザ・ノア、これが強い馬ですね。白い、とにかく白い。さあ、本当に最後の最後で WBC、SWBC、コイン1000枚払って取りましたからね。いい勝負してほしい。発送です。さあ、緊張の一瞬が近づいてまいります。710番、ご注目ください。自らの思想を超えるとき、その目には何が映るんでしょうか。世界一の勝負を迎えてスタートを切りました。12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果
たして何が行くのでやりましょうか。スタートの行った行った9番ボルコックアラビアン先頭に立ちました。ちょっと離されまして、エクリプス12番ウドルフィンバルブ、そのうち2番ヘロと差が開いて、前行ってますね。10番パタノタルコライス、5番タロフィステリー、ラーレーアラビアン、8番カペラインスパイア、ほとんど馬体が合っています。そしてその後ろから4番マッチェル、オグバリーダー、そしてしんがりからマイアリータークという展開です。切れるかな。もう一度整理しましょうか。会長に飛ばします。ボルコックアラビアン、この辺りちょっと離れているエクリプス、そして3番手に12番ゴドルフィンバルブであります。そのうちからは2番ヘロド、カタノトルコライスとエビラマサヨシ、メイコンビはここにいます。これが1番人気の3番ノアオブゼノアであります。その後ろでやりましょうか。カロフィステリー、それから7番ラーレアラビアン、もう早くも仕掛けてくる。そしてその外にカペラインスパイア。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。先頭行くのは10番ボルコックアラビアン、ボルコックアラビアンが受け出した。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。パタノテルコライス、ものすごい足、外からはパタノテルコライス先頭行く。おっとすごい。さあゴルフィンバルブも来ているが、他のままが全然来られない。やったか、ノアオブザノアがやってきた。ノアオブザノアが襲いかかる。ノアオブザノア1着、1番人気に見事応えました。いい足で欲しかった。本当体調が、体調体重がベストならばもっといい勝負してたかも。いや一瞬勝ったかと思ったんですけどね。1着3番、2着当番、3着12番以上のように確定しました。ですよね。いやありがとう、パタノトルコライス、いい夢見せてくれました。レースを終えた馬が戻ってきました。クエストを達成しました。湘南カンプ、クエストを達成しました。プレゼントが届いています。ありがとう、カタノトルコライス。27戦14勝ですね。27戦できたっていうのもすごいよな。もちろん登録します。さあエンディングです。通過賞まで5連勝ですね。そこからなかなか爪が3着は外してないんですけどね。ここにはマイレースが勝てない時はどうしようかと。しかし WBC まで取りました。着外がなし、3着も2回という優秀な成績です。 WBC6 着が2着が6回、もちろん繁殖入りです。何か用ですか。しかもなかなかの大型馬で、最終的には512キロまで行きましたからね。ということで、次回はこの、カタノトルコライスをレースに、種付けを行いまして、次の世代を始めていきたいと思います。今までカタノトルコライス見ていただいてありがとうございました。リストに、説明欄にカタノトルコライスを、これまでのレースの動画のリンク載せておりますので、よろしければ最初から見てください。プレイリストもあります。よろしければ、登録などよろしくお願いします。またチャンネル登録高評価お待ちしております。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ということで大健闘の SWBC お送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。